15分以下15分まで、やばい15分、はい、おはようございます。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃花です。おはようございます。おはよう。5時やな。5時間ぶりの方は5時間ぶりでございます。何時に起きたの？4時半、4時半に起きた。私そう、もう配信終わったらすぐお家出なきゃなので、そう、準備もあったので4時半に起きてって感じですね。そう、なんか久しぶりにお仕事でこんな早いかも。わ、こっちはオールスターって本当に言ってる？マジか。ちょっとでも寝てね。そして日の光を浴びるんだよ。お布団の中から配信始まるかと思ってました。もう西も本当はそうしたかった。でもすぐ出ないと間に合わないんだ。そう。昨日早く寝れたって。あ、でも1時過ぎぐらいかな。1時半とか。そのぐらいに寝たかも。はあ。でもね、あれなのよ。まあ、ちょっと今日睡眠短いなと思ったから、この間奈良に帰った時にお兄ちゃんがねヤクルト1000をくれたのよ。そう、何本か。そう、もうここで飲むしかないと思って昨日寝る前に飲んだけど、あのね、アラームなしで起きれた今朝からちょっと踊ってたもん、元気でそうなの、やっぱマジですごい。本当に前もね、飲んだ時ね、私あのアラームなしで起きたんですよ。今日もアラームなしで起きた。今日はすごくない？さすがに見て、1時半から4時半やで、3時間やで。それをアラームなしで起きた。これはちょっと自分というかヤクルト戦本当すごいなと思った。めっちゃ元気。ちょっと眉毛さ、今ちょっと形整えたり剃ったりしたからなんか薄い、恥ずかしい。何も食べないのって、何も食べないな。そう、朝ごはん今日買ってたのにな朝ごはん買ってたのに。パン持ってく？パン明日食べたらいいか。コンポタとパン
ってきたんだけれど、何飲んでるのって、茶湯茶湯飲んでる、美味しい、とても美味しい、健康的ってね、夏でもね体を冷やすのは良くないからね、みんなも茶湯飲んでみ、朝目覚めるよ。起きたらすぐアイスコーヒー飲んでしまって、マジで言ってる？強いな。なぎちゃんメロンパン食べてるっていいな、朝から食欲元気。はあ、白湯は健康にいいよねって、ね、健康にいいよね白湯って。ね、どうしても夏なんかさ、氷ガンガンに入れたお水飲みたくなるよね。うん、おはようって、おはよう、ちょっと時間しっかり見とかな、もうあと7分か、人少なくて星集まらんって、そうなのよね、朝ってそう5時とかにやっちゃうとね、他のね、そう配信の方がねあんまいないから、そうみんな星集め大変、星狩りみんな星狩り大変、ありがとう本当に。キンキンに冷えた麦茶が飲みたくなる季節って、夏は麦茶いいよね。そう夏に麦茶飲むのっていいんだって、あの体冷やすあれがあるから、だから夏って麦茶飲みたくなるらしいよ。種だとがっかりするって、あれ分からへんもんね、あの入るとき西もそれあるあるやった、星集めしててよしって待ったら種集まるの、はっ種集めてもらった、あそう星集めあるあるよね、なんとなくね、ここかなって入るけど、まあ、50カウント完了ってありがとう本当に。AKB いると助かるって、 AKB は確実に星やからな。そうなの。種満タンです、種満タン。でもたまにさ元 AKB の方々がショールームするときってなんか種星じゃないよね、ね、そういう機会があったらぜひ。今 AKB3 人しかいないって、誰逆にあと1人、なぎちゃんと、ああゆちゃんか、山部あゆちゃん、なんかめっちゃ勝手なイメージじゃないけどさ、山部あゆちゃんって7月のイメージある。なんでなんやろ、7月ってなんか感じ、なんでなの、7月がすごく似合う山部あゆちゃんって、なんでって分かんないの、なんでか分かんないの、誕生日も多分違うよね、分かんないけど、
なんか柳部あゆちゃん、なんか7月って感じがするの、なんか分からへんけど、これでも前からなのよね。なんかああ誕生日は2月やったって全然違う、なんで7月のイメージがあんねやろ。そうなのね、やばい、もう終わんなきゃいけない、早ない、やっぱ15分って何も話してない。さゆと麦茶はいいよって話で終わってしまうよ。本当でもありがとう、こんな朝早くから配信付き合ってくれて、優しいね、ありがとう。さゆ飲んでる姿を見られて満足です。もう本当にありがとう、もうありがとう。15分あっという間だねって、本当にあっという間だよ。ゲリラ配信待機しておきました、ありがとう。そう、この後お仕事なんですけど、ワンちゃん、そう、どっかで合間で配信できたらちょっとゲリラになってしまうんですが、配信をしようと思っているので、よかったらぜひ、多分本当ゲリラになっちゃうから、今のうちに、まだ大西のルームフォローしてないよって方はぜひフォローしておくと通知が来たりするので、よかったらぜひぜひフォローの方もよろしくお願いいたします。いやー、ちょっとランキングの方一旦読んどくか、早いな、ランキングの方。じゃあ1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ、1位、ケンタアットマークこぶたちゃん、今日休みなのでゲリラ待機しておきました、ありがとうございます、イエイ。そして2位がコバアットマーク大西よしさん、ありがとうございます、イエイ。そして3位がアコちゃん、ありがとうございます、イエイ。そして4位がヤマチョさん、ありがとうございます、イエイ。そして5位が MM ルールズアットマーク名古屋の夜と人生に乾杯、3年ぶり30回目さん、ありがとうございます、イエイ。そして5位がのじさん、ありがとうございます、イエイ。そして、7位が島猫ちゃん、ありがとうございます、イエイ。そして、8位がアタックケンさん、ありがとうございます、イエイ。そして9位がひろかしんさん、ありがとうございます、イエイ。そして、10位が SL さん、ありがとうございます、イエイ。そして11位がテイくん、ありがとうございます、イエイ。そして12位が101118、名前を数字で表してみましたさん、ありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位がルーさん、ありがとうございました、イエイ。101111とおお、ありがとう。ということでですね、あ、ちょっとランキング変わっちゃったけど、ありがとうございます。本当に5時半より早いももちゃんはよって、ありがとう。5時半の女より早くなってしまったわ、ありがとうございます。ということで、わあ、もう行かなければいけない、大西、はあ、ということで、ちょっとね、じゃあ今日は一日、今日はお外でお仕事になるっぽいので、ちょっと頑張って楽しんできます、お仕事。ありがとうございます、本当に朝早くからお付き合いいただき、二度寝できる方はぜひ二度寝をして、もう起きなきゃって方は一緒に今日一日頑張っていきましょう。じゃあちょっと今日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこは
せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃香でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。では行ってきます。じゃあね、ありがとうございました。行ってきます。バイバイ。一日頑張ろうね。バイバーイ。ありがとう。